い。今ヒースローからサントリーに行きの飛行機に乗っていきたいと思います。今日からしばらくサントリーの様子ちょこっとだけ撮っていこうかなと思います。行ってきます。ホテルの部屋に向かってますが、レストランなんだ。いろいろ案内した。到着しました、はい、疲れたな、ママは。まず着いて一休憩したいと思います。ご飯いいね。ご飯なんかダイニングがついてるからみんなでルームサービスもできるし、いいね。ここもなんかキッチンからの連絡ですね。かわいい。このホテルは3フロアに分かれてました。部屋4ベッドルームのお部屋で、やっぱさ、サントリーニって基本暑いからか、洞窟みたいな中に部屋があって超快適。全部ベッドはかわいい、丸くて、まあプールがあるからか。まあここにワードローブがあって、で、ここも、でもここ、あれ私戻ってきただけ今。あれ戻ってきちゃった。あれもう一個違うとこに、どこに、あれ、あれ、2個に、あ、2個。はい、1日目。着いたの2時ぐらいだったんだけど、その後、疲れて寝ちゃって、みんなで。で、今から夜のお散歩に行きたいと思います。夜、綺麗。すごく夜の。この辺が私たちの部屋ですね。ここはいろいろお野菜も育ててたりして、ルームサービスでご飯食べたんだけど、お野菜が美味しいです。あ、花火だよ、花火だよ。ねえねえねえ、花火だよ。どこで見えた。あ、きれいきれい。こっちの方に来たアイス屋さん、アイス買ってるよ。グリックフローズンヨーグルト、うんうん、はい、うん、プラプラして今日は帰りたいと思います。あ、猫ちゃん、よいしょ、写真券見つけた。うしゃーん、うしゃみたいだ、かわいい。バイバーイ。ありがとうございます。2日目の朝です。初めての朝です。ギリシャの朝すごい、朝すごいです。本当にもうね、こんなに快適な、こんなに快適な風があったのかっていうぐらいの快適な風。人を快適にするために設定した温度ぐらいの気持ちよさです。今日はどうしようかな。寝起きで今ぼーっとしてるけど、また考えよう。朝ごはんに来たよ。これこんなにパンがあって、果たしてパン頼むに意味があった。してパン頼まなきゃ。子供たちがね、今朝ごはんの後、海の方に行ったので、夫婦で2人でスパを受けていきたいと思います。このホテル、割とそういうちょっとチルな感じ、チルっぽいホテルで、スパがとってもいいみたいなんで、ちょっとスパをやって、イギリスからギリシャ来たんですけど、イギリスだとやっぱりやることいっぱいあって、毎日フルで動いてたんで、ギリシャ来たらちょっとゆっくりしたいなと思ってたんで、ちょっと贅沢だけど2時間ぐらい過ごしたいなと思います。というわけでスパに行っていきたいと思います。あー、やばい、今ねボートがあっていい感じね。え、こっちかボート、どっちがいい。こっちだよ、どっちも頑張る。美味しそう。牡蠣。今日食べたんですよね。
コナンバーワン、タコやばい、タコとフムスがやばい、うん、本当だ、タコ美味しい、タコスミパスタかな、みんなおかわり、30秒だったのにこんなすごい景色が見て、すごくないこれ、すごいね、これすごい、このレストランでご飯食べに来ました。すごいねこのレストラン、最高、あ、タコ焼いてる、これがなんだっけ、ギリシャグリークサラダ、グリークサラダ、ガーリックだってリップ、すごくない、めっちゃガーリック、めっちゃ甘そうで、絡まり美味しそう、なんか衣薄いね、うん、美味しそう、イカが柔らかい、美味しそう、すごい弾力、うまそう、どんだけ大きかったタコなんだろう、さっきでもさ、吊るされてたじゃん、あれだ、あれぐらいで、このゲソのとこ美味しいかも、美味しそうか、食べない、ここいいですか、いただきます、うん、美味しい、うん、これやばい、もう一本じゃない、かわいい、最高、最終日にボートに乗りに行きました、ボートじゃないか、ヨット、ヨットに乗りに行きました、あのヨットに乗りそう、ずっとくっちゃねくっちゃねトドのような生活をしていたため、アクティビティしようかなって感じで、出発です、乗りました、出発だよ、ヤマヤマヤマ、すごい綺麗、海が、水が綺麗、最高だねこれ。で、OK。海に入る時のこれ、タルバのねサンゴに優しい日焼け止め。どんだけ塗っても焼けるわ。焼けるわ。やばいよね。アジアのさ。海と違って、青さが違ってすごい綺麗、ね、パスタもちょっと美味しそうだね、グリークサラダよこれ、何回も食べたグリークサラダ、美味しそう、美味しそう、ご飯食べたからサンセット見たらもう帰ります、これがホワイトビーチで、あっちがレッドビーチ、すごいホワイトとレッドすごい全然違う、まあ涼しいここ、あ気持ちいい、はい、というわけで今からじゃあ夜8時ぐらいにサンセットがあって、 毎日見てるので今日はここから見て、滝沢家のサントリーニの旅を終わりにしたいと思います、ありがとうございました、いかがでしたかサントリーニ、皆さん超良かったね、よかったね、というわけでじゃあ滝沢家の夏休み第1弾でしたけれども、は
はい、あとは働くぞ、はい、男性と見て終わりにします。日本帰ります。